さあ今回久しぶりにやってきたのは大船駅。この駅名を見てピンときた方もいるかもしれません。ライダーご飯、皆様改めましてこんばんは、ロイドご飯のあやです。さあ今回は大船にやってきました。大船といえばこちら、何度となく動画に出ております、こちらに伺ってまいりました。初めての訪問楽しみです。それでは行ってみましょう。バカな、今回は初めての訪問でしたが、お店の方が動画を見てくださっていてお声掛けくださいました。お店の大半というか自分以外は全て男性客でした。1階は1人の方が多く、時間帯もあったかもしれませんが、とにかくひっきりなしにお客さんが出入りする超人気店です。もうこれは期待しかございません。すいません、そしたらハイボールと、はい、メンマと、はい、それから鎌倉トマトとキュウリとチャーシューのあえ物をお願いします。ハイボール、はい、まずメンタマさん、なんとこちらの厨房の方も視聴してくださってるそうです。いつも見てくださってありがとうございます。もう見るからに美味しそうなメンマ、果たしてどうでしょうか。これはうまい。唐辛子と胡椒がピリッと効いているのと少し酸味もあって、なあこれは酒飲みにはたまりません。チャーハンのザーサイ、はい、チャーハンザーサイなし、とにかくこちらの一品、具の一つ一つがゴロッとしてて噛み応えがあって美味しそう。こちらのチャーシュー、口の中に入れて噛み締めていくと油がとろーっととろけます。美味しい。この鎌倉トマト、酸味があってとてもジューシーでした。きゅうりのゴリゴリとした食感、ゴロッとしたチャーシューを噛みしめて、そのコクのある油を酸味のあるトマトがさっぱりとさせてくれる、無限に続く美味しさです。この辺からハイボールが止まらなくなっています。メンマもトマトの和え物も少しだけ酸味寄りの味付けで、ハイボールとの相性ってどうなのかなと思いながらいただいていましたが、いやー杞憂に終わりましたね。胡椒が程よく効いてめちゃくちゃ進みました。やっぱりこのね、口の中に残るスパイシーな感じとかチャーシューの油というのがハイボールにとても合うと思います。また何といっても今回お店の方の接客、そして厨房の活気がとてつもなく素晴らしかったです。メンタの先生のエリマヨ、特に今回厨房近くに座っていたので店先の方と厨房の方のやり取りがずっと聞こえていました。テキパキとしたやり取りや厨房で中華鍋が奏でる音ってずっと聞いていられる心地よさなんです。そして聞いていて気がついたのですが、
お客さんからの細かな注文にかなり対応されているんですね。例えばザーサイ抜きのチャーハンとか、餃子ハーフにできますとか、その方の好み、その日食べたいもの、そして食べたい量に応じてかなり皆さん的確にオーダーされていて、お店の方もそれにちゃんと答えていました。まあ、とにかく常連率が非常に高いんだなって改めて感じました。それで誰か忘れたシャープ入ります。今更ながらこの和え物の味付け、これがまた不思議な食感と味わいでした。どちらかといえば酸味より、胡椒の味とそれからネギのみじん切りがちょっと入っていました。タレの味の中心、これもしかして玉ねぎかな。玉ねぎのみじん切りがドレッシングに入っている場合も多いんで、みじん切りかなと最初思ったんですが、もしかして玉ねぎをすって入れてるのかな。だからこのちょっともったりとしてふわふわした食感のタレになるのかも。酸味の奥にちょっとごま油も感じるけど、他にはどんな味が入ってるのかな。まあこれらすべて合ってるのかは分かりませんけど、食べながらいろいろこうして想像してみるのも楽しいです。ハイボールが開きました。残りはわずかこれぐらいになってきて、さーてと、とここで見つけてしまいました。そうです、メロンシートもマークもこちらおすすめしてました。こちら日本一うまいとお店が太鼓判を押す緑茶割りです。なんという濃さでしょうか。グラスの向こうが全く見えません。明らかにペットボトルのお茶とかでね、割ってないのがグラスの底を見るとよくわかります。こんな濃い緑茶割り見たことありません。はい、こちら優勝決定でございます。いやー、これはね、確かに美味しいです。まあ、一口飲んでみると緑茶の程よい苦みを感じて、とてもさっぱりとした飲み口ですが、よく味わってみると苦みの奥に香ばしさも感じます。抹茶かなって思うぐらい、とにかく緑茶の香りと風味が強いんですが、飲み進めるごとに奥から香ばしさがどんどん増してきて、塩気が欲しくなってしまいます。あー、これはおつまみが進んじゃうやつですね。さあ、今日一のドヤ顔が出たところで、そろそろ最初に頼んだおつまみも終盤になってきました。この2巡目の注文で料理が出てくるまでのワクワク感、わかりますかね。2杯目になってくると、美味しいお料理とお店の活気に身を任せながら程よく酔いも回ってきてます。一人飲みしてる時っていつもこの辺からさらに楽しいのが加速していくんです。さあ、2巡目のおつまみやってきました。何を頼んでましたっけ。そう、サラワンタンです。気になる続きはまた次回というわけで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回。